いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げ、盾祭り候。すべてこのからくりが作るのか。お、ここは人力であるか。色とりどりの具材が入るのか。香り高いスープじゃ。麺は香港麺。すすりやすく、まさにヌードルって感じの麺じゃな。香り高くスパイシーでうまい。若者が狂気乱舞する街、渋谷。ナウでヤングな者が揃っておる街でもある。風変わりで珍しいものがあると聞き馳せさんじた次第。スープ、ヌードル、ニューヨークにありそうなおしゃれさじゃ。ニューヨークは知らんけど、全部英語じゃ。オーマイドット。これは SF って感じの近未来感があるの。ここで選ぶようじゃな。気分によって選ぶのもよしじゃな。いろんなものがあるの。自分好みのドットを選ぶようじゃが。わからん。任せよ。任せるに限るわ。食べるところもこれまたおしゃれじゃ。頼む。はい、お伺いします。タッチパネルが全くわからん。なので任せる。かしこまりました。それではおすすめどんどん出していきたいと思います。お願いします。頼む。失礼します。よかった、助かる。なんじゃこりゃ。これがドットと呼ばれるスープの素じゃな。すべてこのからくりが作るのか。あ、持ってかれた。お、ここは人力であるか。色とりどりの具材が入るのか。チャーシューの並びですね。462番のお客様です。拙者の部分。462番の方ですね。こちらがマーラーカレーチリトマト香港麺でございます。後ろにオイルが5種類ありますので、お好みの味に仕上げていただいてお召し上がりください。そろりそろり。最初はそのまま食べてみるかの。これがスープヌードルか。スープを主軸に麺や具材も楽しめるというわけじゃな。生きるも死ぬも甲冑次第じゃ。これは初めての体験じゃな。
よし、まずはプースーじゃ。おお、香り高いスープじゃ。うまい。麺は香港麺。熱々じゃ。すすりやすく、まさにヌードルって感じの麺じゃな。カレー、チリトマトという組み合わせ、香り高くスパイシーでうまい。それぞれ違った辛さが混ざり合っておるのが、味に奥行きが生まれてうまいの。何回言うと見せかけて言わんのかい。うん、うまい。どんどん頼む。かしこまりました。お作りします。何杯食えるか挑戦じゃ。チリトマバジルイカスミ。イカスミというだけあって黒々としておるわ。こたびも具材たっぷり。しっかりとバジルが感じられる。ショートパスタ。もちもちでうまい。まずい。うまい。イカスミの風味がよく、チリトマトの辛さにも寄り添うの。煮干しニンニク豚骨カツオ。ラーメンならではなスープの組み合わせじゃな。ちょっと熱いな。よし、こちらは香港麺。これは濃厚系じゃ。煮干し、カツオの魚介の風味にニンニク豚骨のうまみ。ニンニクは感じるものの優しい仕上がりじゃ。チャウダー、ごま、マーラー。この組み合わせもまた絶対に合うの。チャウダーもスープには欠かせんものよ。そして麺はタンミョン。もっちりと弾力があるの。拙者好みじゃタンミョン。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。それはあいみょん。うまい。チャウダーとごまの風味が良い一杯じゃ。ドットと呼ばれる10種類のスープから最大3つまで自由に組み合わせてオリジナルスープを作ることができるんじゃ。拙者はわからん任せるシステムを導入させていただいておるがな。人間が機械やスカイネットに支配される日も近いのやもしれんな。ターミネーター。
からくりじゃ、エレキテルじゃ、日本の夜明けじゃ。特製オイルも使ってゆかん。ニンニク豚骨イカスミカレー。イカスミとカレーの相性が抜群じゃな。タンミョン。ニンニク豚骨でパンチがありつつまろやかさもある。そろそろオイルを使ってみるか。まずネギオイル。どうなった、このままでいけるのか。なるほど。ガッチェーン。一気にネギが広がりよるわ。うまい。これは良いアクセントになっておるわ。タンミョンが幅広ながら食べやすい。食べ応えもある。カレーカレーカツオ。カレーがダブルじゃと濃厚じゃな。そこに加わるカツオがちょうどよい。ガーリックオイル。これは飛びそうじゃ。ニンニク祭りじゃ。うまい。チリトマト、ニンニク豚骨かける2。ニンニク豚骨かける2に関しては結構まろやかじゃ。パスタじゃな。ニンニクもそこまで強くはなく風味としてうまい。チリトマトがアクセントになっておるわ。オリーブオイル。オリーブ。よし。めっちゃオリーブではないか。香り高い。なるほど。オイルはどれも香り高し。藤井隆。なんだかんだ叫んだって香り高し。薄い甲冑の気配をする。やはりあったは薄い甲冑。まあ若干の今更感が否めぬが、薄い甲冑なんていつあっても困りませんからね。よし、実は朝っぱらじゃからな。まだ拙者の細胞3分の1程度しか起きていないからの。何杯食えるか予想がつかぬな。もりもりゆかん。大体のスープは堪能したからの。エビオイル。ここからは組み合わせで楽しませてもらおう。すんごいエビじゃな。煮干しにニンニク豚骨ダブルですね。いかがですか。エビをオイルを入れたらエビに変わった。煮干しがエビで鯛を釣るならぬ、エビで麺が釣れるの。うむ、よくわからんな。
バジルがダブルで入っておる。かなりバジルだ。ショートパスタがまたスープ感を増すというもの。どのオイルでいかれるんですか？オイル。オリーブオイルか。いや、ガーリックか。最初はやはりガーリックか。おぉ、うまい。ガーリックとバジル。タイの子。こちらはチャウダーチャウダーイカスミです。チャウダーチャウダーイカスミ。チャウダーというのは一番熱くないな。事実。ミョンの食べやすさたるや。花丸。まだいけるの。朝じゃからな。シンプルにタンミョンが拙者に優しい。ごまごまごまはいかがですか。うん、ごまじゃな。まぶうことなきごまだ。うまい。ちゃんとマーラーマーラーイカスミです。マーラーマーラーイカスミ、辛そうだ。イカスミが入っておるので辛すぎず良いな。うん、うまい。うま辛だな。すごい熱そうですね。うん、特にこのショートパスタ系が熱い気がする、うん、なんだこれは。チャウダーカレーカツオでございます。チャウダーカレーカツオ、おお、これはうまい。魚介とまろやかさがありながらカレー、何通り作れるんだ。相当な通り作れます、スープは1ドットから選べるが、3ドットまで組み合わせるのが美味しくて楽しいのでおすすめじゃな。石膨れてきたわ。チルバジルチャウダーです。うん、熱い。チャウダーゴマニンニクトンコツ。チャウダーゴマニンニクトンコツ。スープとしてかなりうまいの。これが一番人気。ごまごまマーラー。ごまごまマーラー。一番人気。さすがうまし。たっぷりのごまの風味にマーラーの辛さがじんわりとやってくる感じ。これは老若男女好きな味であるな。あ、わらべには少しだけ辛いかもしれんの。
こんなものか。朝にしてはだいぶ満足じゃ。ありがとうございました。まだお待ちしております。カラクリ殿も感謝。ぜひまた来てね。こたびは美味しく面白くじゃったな。拙者も渋谷に染まってきたかもしれんの。なんての。はっはっは。